小さな機関車たちが線路に散らばった葉っぱや小枝を片付けている。ピーターさんとラスティはよくコンビを組んで働く。ある日ラスティはピーターさんを給水塔まで送っていった。そこで2台はさよならをする。ピーターさんは給水して元気になったが、貨車たちが退屈そうだ。おい、ずらかろうぜ。荷台は重いし、連結器はボロだからすぐにポキンと折れた。走れ走れ。徐行、前方に警告と急カーブ、スピード落とせの標識が立っていたが見もしない。そしてついに、ピーターサムが事故現場に到着すると機関士がため息をついた。ちゃんと連結しなかったのは俺たちの責任だ。助けを呼んで貨車を引き上げよう。トップハムハット卿は怒るだろうな。その通りだった。信用を回復するまで捜査場で働きなさい。しょげたピーターサムにダンカンは嬉しそうだ。貨車たちはちゃんと繋がなかったお前を憎んでんだろうな。きっと化けて脅かしにやってくるぞ。君だって幽霊は怖いはずだ。へえ、幽霊ね。真夜中に出てくるやつだろ。俺は平気だね。じゃあ君の煙突が震えるくらい怖い話をしてやるよ。昔々、小さな機関車が家路を急いでいた。霧が立ち込めた満月の夜のことだった。古い鉄橋を渡っていた時、突然ブレーキが効かなくなり、真っ逆さまに谷底に転落した。機関車は見つからなかった。それから満月の夜になると、家路を急ぐ小さな機関車が目撃された。でもその機関車が鉄橋を渡りきることは決してない。ダンカン、この話をどう思う？へえ、くだらないね。ダンカンは走り去った。あいつのことはほっとけよ。本当に幽霊を見たら怖がるに決まってる。ピーターサムの機関士に明暗が浮かんだ。ダンカンにいたずらしてやろう。次の日、彼の計画にダンカンの機関士も賛成した。よし、今夜結構だ。ダンカンは採石場に石炭を運び、今度はスレートを積んだ貨車を引っ張っていく。ダンカンの機関士は計画通り古い鉄橋を渡っていくことにした。これが幽霊の出る鉄橋か。変だ、ウサギみたいにおとなしいじゃないか。しかしダンカンはラスティの話が忘れられない。夕暮れになると早く帰ろうとせがんだ。今帰らないとスカーロイのやつにお気に入りの寝床を取られちゃうんだよ。貨車を全部集めるまでは帰れないよ。機関士はダンカンがイライラするのを見てほくそ笑んだ。夜になって彼らは家路を急いだ。夜空に満月が昇り、古い鉄橋には霧が立ち込めている。ダンカンが汽笛を鳴らした。汽笛はあちこちにこだまする。前方にゆらゆら揺れる光が見えた。機関士はそれが夜行中であることを知っていたが、ダンカンにはその光が機関車に見えた。そしてダンカンにわからないよう谷底に岩を投げ込んだ。幽霊だ、引き返して、頼むから引き返してくれ。無事に機関庫に収まると、ダンカンは目をギューッとつぶった。ダンカン怖いのかい？まさか寝てるだけさ。彼は目をギュッとつぶったままだ。やがてそっと目を開けると機関士がそこにいることを確認した。ダンカンはほっとした。